ついに石丸さんが具体的な作戦、みんなで選挙をやってみようと、次のアイディアがもうあるそうです。来年の参議院選か、地方選挙か、石丸新党ができるのか、これは楽しみ。MBS 毎日放送のニュースのインタビューに石丸さんが答えました。皆さん、こんにちは。奈良を元気に、大切な人のために選挙へ行こう。奈良で政治活動をしております。北田博之です。本日もご視聴くださり、ありがとうございます。来ました。石丸さんが色々とすごいことを発言されました。今日はそのことについて解説したいと思います。はい、初めの動画の内容は石丸さんがトライアスロン出ていましたね。まあ、やはりあれだけ体重をね、こうね、本来は見た目は痩せているそうなんですけども、この競技に参加するために体重を維持してたんだなと。私も最近、また言い合いの稽古を始めております。はい。もう、体もね、しっかり鍛えて、今後の政治活動に備えております。そして、広島1区、まあ、ほのめかして、まあ、結局出なかったと。まあ、これは、私自身はですね、まあ、おそらく出ないであろうというふうに考えておりました。まあ、盛り上げるためにね、シグナルを送ってたということだと思います。そして、自民党から全く反応がなかったと。まあ、石丸さんも、おっしゃってました、インタビューで。まあ、鳥取だと石破さんがね、必ず勝つと。はい。よくある国政選挙と同じような形になったなとおっしゃっていました。この石破さんが必ず勝つと、石丸さんも知ってたわけですよね。例えば、広島1区、岸田元首相のとこに出るかもしれないと、石丸さんおっしゃってましたけども、まあ、おそらくそこに出ても、まあ、自分がなかなか難しいと、石丸さんも分かっていたと思います。で、これは私も政治活動してて、よく分かるんですけども、まあ、奈良1区、2区等ね、まあ、いろんな奈良市民の、既成政党の支持者の方からいろいろ教えていただきます。地盤の硬さをね。はい。いわゆる、皆さんがね、今、ネット上ニュースを聞いている、まあ、そのいろんな裏金の問題とか、政治資金、規正法の問題とか、まあ、いろいろありますけども、たとえ、まあ、そういった悪い情報が入っても、まあ、長年、ドブ板でね、まあ、家まで来た挨拶に来られて、もうそれが何十年も続いてるわけですよね。まあ、ましてや自分の家にはこう、ポスター貼ってたり、そういった、自分に挨拶してくれた、政治家の人を長年ずっとうちの家は、応援し続けてきたから、今後もいろいろあっても応援しようと思う人がおそらく地方で、まあ、ややこうね、都会じゃなければないほど、そういった人たちが多いのは現実問題あると思います。まあ、だから強いんですね。はい。だからこういった地盤を、まあ、本当に、いわゆる崩していくのであれば、やはり、まあ、次の世代の人たちがですね、その町で政治活動して、まあ、実際、辻立ちでね、挨拶したりとかして、地道にこう、ね、全国でやっていった方が僕は一番早いんじゃないかなと思います。はい。まあね、今ちょうど衆議院選挙で、まあ野党が議席を取ろうとしながら、こうね、与党を倒すっていうこともやってますけど。はい。まあ、それはそれで、その道もある。で、いけるかもしれません。発言されました。自民党という存在を生き長させるためにやっていて、それは日本国よりも優先していると。自民党がね。はい。まあ、これは言い換えれば、まあ、まあ政治家という意味になりますよね。で、まあ、非常に内向きだと。外の、まあ、いわゆる国民のために本気よりも自分たちのことを大事にという、まあ、内向きという意味で。そして、まあ、野党に関しても、まあ、今回、野党第一党の立憲がね、議席をどうやら増やそうとしているようですが、まあ、それも結局、野党同士も、まあ、議席をね、どれだけ取れるかという、内向きな争いであって、まあ、今回、まあ、大きなね、勢力には変化はしないと思いますということを発言されてました。はい。で、この内向きなっていうのは、まあ、基本的には議席をやっぱり取ろうとするわけで、で、その国民に本気っていう、まあ、どこの政党も今、アクションしてますよね。はい。まあ、もし石丸さんのその内向きっていうのを否定するんであればね。ただ、この内向きの、一つの発言が僕個人的にはですよ、全部お金に行っちゃってるわけなんですよね。いわゆる可処分所得、まあ、手取りを増やすとか、全部、まあ、最低賃金を1500円に上げるとか、減税、消費税ゼロとか、全部お金にいってしまってる。これはなんか、もちろん、それはそれで大事なんですけど、じゃあ、それを自分たちの政党がやったから、こういった政策も、私たちはやりますよと言われたら、非常に怖いですよね。結局私たちは、お金という不信感、裏金とかね、まあ、政治資金パーティーもありましたよね。あと結局お金じゃなくて誠実な政治家がいいって言ってる私たち国民有権者が結局お金に釣られるっていうね、これは僕はちょっと残念だなっていうのは少し思います。正直恥ずかしいな、ちょっとね。お金この党上げてくれる、給料上げてくれる、この人の投票しよう。いや、それはそれでお金がないと生活できないのは正しいんですけども、本当にそれでいいのかなっていうのは僕は一つどうしても冷静なストッパーがあります。はい、これもちょっと内向きなじゃないかなって。いわゆる自分の給料が上がるんじゃなくて、外の人たちがみんなね、平和とか豊かとかね、自分の国を好きになれるようなっていうことが、そのためにっていうのがあるのかなっていうのは正直思いますね。はい。鹿です。で、前回は衆議院選が 55.9%ですね。56かな。じゃあ購入すると、低いですよね。50% 切るとですね、ほぼ組織票になりますのでね。皆さん、選挙に行きましょう。大切な人の自分は良くても大切なあなたの、彼女、おじいちゃんおばあちゃんお母さん、息子さん、近所歩いてたら、見る保育園の子たちの散歩、そういった人たちのために選挙へ行きましょう。はい、メンツがつまらないと石丸さんが言ってました。はい、つまらないですね。なんかこう盛り上がる、だからといってね、みんなね、なんか派手な衣装で選挙出てくれたわけじゃないですけど、何か、こう盛り上がるような、私もこれね、これから、この衆議院選挙終わったらこの発表を着てね、政治活動をします。はい、バイク乗っててもね、これ後ろに、大切な人のために選挙行こう、奈良を元気にって書いてますからね。はい、どこへ行くときもこれを着ていこうと思います。はい、で、これまでの選挙ではダメなんですよと。はい、石丸さんもどんどん言ってましたね。で、次、鹿です。最後、皆さんお待たせしました。具体的に次のアイデアが石丸さん持ってます。さあ皆さん、石丸さん、どうすると思いますか？ヒントは石丸さん言ってました。必ずやると。みんなで選挙をやってみよう。この言葉から何が想像できますか？残ってるのは国会の選挙、参議院選、地方選挙が近づいてきます。場所によっては。さあ、一斉に水面下で石丸派がバッと出てくるのか。もうそれしかないですよね。はい。石丸さんのことですから、ってこう、水面下であんまりバレないようにやっていくんじゃないかなと。でももう決まってるってことは、ある程度、もしかしたらね、彦根市長、和田市長とか、もしかしたら陰で話されているのかなっていう、想像はできますけど、わかりません。でも、必ず石丸さんはやるそうです。国政一切関係なく、ひっくり返せるんじゃないかと、そこまで考えてます。めっちゃ楽しみじゃないですか、皆さん。むちゃくちゃ楽しみじゃないですか。もう、最高です。もう、私は本当に、石丸さんには、ね、やっぱり、おそらく私は都知事選ね、また4年後ですか、出る。そこまでに石丸さんがずっとそのね、動画リハックとかに出てるだけじゃもったいないと思ってたので、やっぱり、そこまでには、それまでではなく、石丸さんは政治に関わることをするんだなと、私は、この動画を見て最後嬉しくなりました。締めでございます。鹿のフェイス。で、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価もお願いします。皆さんの思った意見、コメントも書いてください。ちょっと元気良すぎるんじゃない北田くん的なことも書いていただいても、結構でございます。はい。さあ、この衆議院選が終わったら、もうバリバリの、もうガッチガチの、もうこってこての、元気で、鳴らしを元気に、そして自分の訴えたいこと、そして朝の辻たちの挨拶も、でやっていきたいと思います。それでは、皆さん、金曜日ですね。花金です。終わったらね、ゆっくり土日休んでください。楽しいね、良い休日をお過ごしください。それでは、次回の動画でお会いしましょう。北田裕之でした。さよなら。ありがとうございました。Oh, I feel brand new. The street dog eyes anticipate me. I'm a kitty.